こんにちは。隙間時間にサクッと本の知識が手に入る聞く本ラジオがお届けします。今日もコツコツ積み上げながら勉強していきましょう。今回のテーマは恐怖拒絶に打ち勝つ。ご紹介する本はジアジアン、拒絶される恐怖を克服するための100日間です。この話を最後まで聞くメリットとしては、拒絶される恐怖の本質が分かることによってチャレンジする勇気、拒絶されても折れないメンタル、そしてお願い事のコツが手に入ります。どれもいい人生を送るために大事ですよね。この本はジアジアンさんが見知らぬ人に100ドルを借りるとか、知らない家の庭に花を植えるとか、絶対に断られそうなお願いをしてみた経験とそこでの学びをまとめたものです。すごい面白そうな本でしょ。実際ね、すんごい面白かったです。はい、失敗が怖くて挑戦できない、相手に断られる、ダメと言われるのが怖い、拒絶されてもくじけない鋼のメンタルが欲しい、こんな方におすすめです。すごい内容の濃い本なので2回に分けて解説していきます。今回は正しく拒絶を理解する4つのポイント、これについて超わかりやすく解説します。それでは早速参りましょう。ジアジアン、拒絶される恐怖を克服するための100日間。最初に結論として、今回のポイントである正しく拒絶を理解する4つのポイントはこんな感じです。スタンド FM ヒマラヤではコメント欄に載せておきますのでご覧ください。この本のエッセンスを理解するために、この本を書いた著者であるジアジアンさんのプロフィールをご紹介します。ジアンさんは起業家であると同時に人気ブログ100日拒絶計画を作った人です。北京で生まれ、起業家になる夢を追って10代で渡米しました。デューク大学で MBA を取得するなど普通に優秀です。このブログ100日拒絶計画は、ジアンさんが普通は断られそうなお願いを100日間継続してみて、その結果を書いたブログです。どうしてこんなクレイジーなことを始めたかというと、ジアンさんの拒絶のトラウマを克服することが目的だったんですね。そのトラウマとは、学生時代に靴にローラースケートを入れたら面白いんじゃないかっていうビジネスアイデアを思いついたジアンさん、尊敬するおじにそのアイデアを話すと、そんなバカな考えは捨てて勉強しろっていうふうに一喝されてしまったんですね。悲しい。尊敬するおじから否定されたショックで自分に自信が持てなくなってしまったのだそうです。それで起業家になるなら、このトラウマを克服して拒絶を恐れないメンタルを手に入れなければならんと、こういうふうに思い、100日拒絶計画を実行したのですが、したのでした。いやー、結構すごいですよね。うん、なかなか勇気のいることです。そんなジアンさん、100日拒絶計画でさまざまなチャレンジをしていくうちに、私たちはなぜこんなに失敗すること、人にノーと言われることに恐怖を覚えているのかという拒絶の本質が分かってきました。ではジアンさんが発見した正しく拒絶を理解する4つのポイント、早速見ていきましょう。これが分かると、チャレンジすること、人にノーって言われる、嫌われるのが怖くなくなります。早速1つ目のポイント、拒絶はいや恐怖は本能によって刷り込まれている。これ分かりやすいですね。そのまんまです。恐怖や拒絶を恐れるのは、私たちがお腹がすく、眠くなると同じように生理現象であって、これは本能なのだと言います。その理由としては、研究者がすでに哺乳類は危険から逃れるために恐怖に敏感になるように進化してきたっていうふうにデータで結論付けてるんですね。原始時代から恐怖心は私たちの生存、生きることに必要だったんですね。例えば蛇に対する恐怖心がなかったら、病院も薬もない、蛇に噛まれて死ぬ人っていうのは原始時代にめちゃくちゃ多かったでしょう。さらに人間関係の部分でも、原始時代狩りをねチームで行いますので、だからここでね、周りと違うことをして嫌われちゃうと、その狩りのチームから外されてしまって、食料にありつけなくなってしまうかもしれなかったと。これどういうことかというと、チームからのけものにされれば食料にありつくことができなくて、もう餓死しちゃう、まさにもう死活問題なんですよね。こういった背景から嫌われることへの恐怖心が芽生えたといいます。原始時代っていうのは、恐怖とか拒絶っていうのはをね、恐れるっていうのはもう生きていく上でもうなくてはならない、生存本能の一種でした。しかしこの現代では、蛇に噛まれたとしても病院も薬もありますよね。そしてもう狩りしなくても、もうお金持ってコンビニ行けば食料手に入ると、
いうことで、つまり現代においてはこの恐怖心っていうのはあんまり役に立たない、むしろチャレンジに悪影響を与えるものなんですよね。本能だから恐怖心を感じることっていうのは絶対ゼロにはできないです。なんだけれども、大切なことは何かというと、恐怖は本能からやってくることを理解して、そして拒絶されることの意味とか解釈を自分の中で変えていくっていうことです。続いて2つ目のポイントに移りましょう。2つ目のポイントは、拒絶されるかどうかは自分ではなくて相手の事情が大きいっていうこと。相手からいやダメだよ嫌だよっていうふうに拒絶されると、自分の人格を否定されているような気分ですんごい悲しくなりますよね。もう本当ね、僕ももう小心者なんでへこんじゃいます。本書ではその捉え方は間違いであり、拒絶されるかどうかは相手の事情、ただそれだけによって決まるっていうふうに指摘されています。そしてこちらの事情だとか人間性は全く関係がないと言います。ジアンさんが拒絶計画で行った具体例、これを見ていきましょう。例えばジアンさんがバラの花を持って見知らぬ人の家をピンポンって訪れて、あなたの庭にバラを植えてもいいですかっていうふうに、そういうねインタビューというか、まあ、挑戦を、まあセールスみたいな感じですよねっていうことをやりました。すると1人目のお家ではバラを植えても飼い犬が掘り返しちゃうからちょっとねうちはダメよ、だけど向かいの家ならバラが大好きだから大丈夫かもしれないよっていうことで、ノーなんだけどあっちがいいよっていうふうにアドバイスもらえた。まあなかなかいい感じですよね。でその紹介された向かいの家に行ったら、あら大好きな色のバラだわ、早速植えてちょうだいっていう感じで OK をもらえました。まあこのように相手の立場とか好み、学歴とか機嫌、忙しさとかね、そういうものによってイエスかノーかは変わってくると。ノーっていうふうに拒絶されたとしても、それは全然あなた自身への否定ではないんだよっていうことなんです。まあこれもね、もしかしたらその今回はバラを植えてもいいよって言ってくれたかもしれないけど、この人がねすごい忙しかったら今回はノーって言われちゃったかもしれないですよね。そうやって相手の事情によって全然状況は変わるっていうことです。まあ恋愛もこう捉えると、たとえ拒絶されたとしてもそんなにまあへこみますけどね、へこまなくてもいいんじゃないかっていうのはあります。例えばあなたに好きな人がいて告白したけど振られちゃったとします。それは別にあなたへの全否定ではなくて、彼氏がいるからとか好きな人がいるから、仕事が忙しくて時間がない、今は恋愛の気分じゃないとか、相手の事情による部分が大きいわけです。仕事でも上司の機嫌によって企画書が通ったり通らなかったりすることってよくありますよね。まあ余談ですが、私は仕事で上司に企画書を持っていくときに、お腹が減っていて仕事も忙しそうな、まあ、午前11時頃っていうのは避けるようにしています。もう自分自身もね結構お腹減っちゃってこの時間でイライラしてるんですよ、11時ぐらい。そんなこと皆さんないですか？それよりも仕事もちょっと落ち着いてのんびりしてそうな午後2時から3時頃を狙って企画書っていうのを持っていきます。相手が落ち着いていなければ企画書を読んでさえももらえないですからね。拒絶される原因のほとんどは相手にある、これを知っていると拒絶されたとしてもそれほど落ち込まなくて済みます。2つ目のポイント、拒絶されるかどうかは自分ではなく相手の事情が大きい。これは大ベストセラー嫌われる勇気に書かれている他者の課題っていうのにすごく似ているんですよね。よかったらこちらも聞く本ラジオで解説しているので、よかったらぜひご覧ください。では3つ目のポイントいきましょう。拒絶には限度があり、いつか誰かがイエスと言ってくれる。なんかすごいね、希望にあふれるいいポイントですよね。ちょっと精神論っぽいところもありますが、これは実際にネバーギブアップの精神で夢をつかんだケンタッキーフライドチキンの生みの親、カーネル・サンダースのエピソードが物語っています。あのおじいちゃんね、ただものじゃないんですよ。ちょっと聞いてくださいね。カーネル・サンダースは自分が世界一美味しいと思っているフライドチキンのレシピを特別に教える代わりにチキン1つにつき5セントをもらうっていうフランチャイズビジネスを思いつき、全米をドライブして営業したんです。ね、わしのフライドチキンは世界一じゃ、これレシピ教えてあげるからお金ちょうだいっていうね、フランチャイズ契約じゃっていう感じですね。で、最初に契約してもらうまでに何回かかったと思いますか？なんと1009回です。つまり1008回断られたんですね。
なんかドリカムの歌でこんなのありましたよね。でその後もうケンタッキー大成功を収めるわけです。もうすごいですよね。これ捉え方によって失敗を重ねることは成功に確実に結びついている、近づいている、こう考えるとすごく前向きになりそうですよね。まあ、失敗スタンプカードみたいのがあったとして、スタンプをどんどん押していくと最後は成功に結びつくっていう、そんな感じですね。じゃあ失敗スタンプカード何回集めるかっていうと、まあね、カーネル・サンダースと同じだと1008回なんですね。なんかね、いろんなところのドーナツ屋さんとかいろんなところのね、スタンプカード10個ぐらいスタンプ集めると1個プレゼントとかあるけどね、1008回ですからね、うん、なかなか厳しいけど、まあ、成功するのはそれぐらい難しい、チャレンジの数それぐらい必要っていうことなんですよね。はい、3つ目のポイント、拒絶には限度があり、いつか誰かがイエスと言ってくれるでした。では最後4つ目のポイントに行ってみましょう。拒絶は次のチャンスのためのフィードバックである。拒絶とかノーっていうのを邪悪で嫌なものだと思うのではなく、より自分や自分のビジネスを成長させてくれるポジティブなものだと考えると、拒絶されてもそれほど心が痛むことがなくなります。例えばユニクロが急成長した要因の一つに、ユニクロの悪口募集キャンペーンっていうのがあったのを皆さんご存知でしょうか。ユニクロの何が悪いのかっていうのを、意見を新聞広告で募ったんですね。まあ、すごいド M なキャンペーンだというふうに思います。このキャンペーンで集まった意見には、洗濯したらすぐ縮んだよ、ダサい、人にユニクロを着てるなんて言えない、すぐに壊れたっていうユニクロに対する悪口がたくさん寄せられました。これね、ド M だと、いや気持ちいい、もっともっとみたいな感じでしょうか。うん、で自分たちのね、いや普通だったら自分たちのブランドとか商品に対しての批判辛いですよね。だけどこのキャンペーンで出てきたその悪口意見って、見方を変えればこれ宝の山なんですよね。洗濯したら縮んだっていうのは、洗濯しても縮まない素材にすればいい、ダサい、人にユニクロを着てるなんて言えない、これはタレントを起用してユニクロイコールクール、かっこいい、かわいいっていう、そういうイメージを定着させればいい、すぐに壊れた、これはもう壊れない丈夫な商品を作る、こんな感じで一つずつ改善していけばきっと徐々に人気が出るはずですよね。で実際ユニクロはそうなりました。今やグローバル企業です。まあ、実際ユニクロのね、広告戦略というか、まあ、錦織圭とかね、そうやって有名な人にユニクロを着てすごいかっこいいイメージがつきましたよね。で大事なことっていうのは、ノーと言われたらユニクロの悪口キャンペーンのように、なぜダメなのかっていう理由を聞いてみることなんですよね。まあ、そうするとどんどん理由を教えてもらって、それでフィードバックもらって良くなるっていうことがあります。はい、ここまでジアジアン拒絶される恐怖を克服するための100日間の正しく拒絶を理解する4つのポイントをご紹介しました。いかがだったでしょうか。振り返ってみるとこんな感じですね。はい、今回の話って、まあ、一番恋愛とかナンパで考えるのが分かりやすいんですよね。好きな人に拒絶されるのって、まあ超怖いですよね。もうほんとへこみますよね。それはなぜかっていうと、本能に刷り込まれている怖さなんです。拒絶されるかどうかは相手の事情による場合が多い。まあ彼氏がいるとか、学校仕事で忙しくて今恋愛どころじゃないっていうことですね。まあなんだけれどもね、振られる、恋愛つらいけど、いつか誰かがイエスと言ってくれる。そうです、もう必ずね、いつかあなたのことが大好きっていう人が現れます。まあ、カーネル・サンダースの挑戦を思い出してみましょう。何回でしたっけ？1009回です。そうなんです、1008回断られて1009回目で成功した。で私ももう振られっぱなしの人生でしたけど、最愛の妻に出会うこともできました。はい、絶対ね、会えます。最後、拒絶とはフィードバック、学びというふうに思いましょう。今回ダメだった理由は何か、相手の状況ね、自分の顔がタイプじゃないとか、まだ信頼が足りてないとかね、まあそうやってなぜダメだったかを考えて次のチャンスに生かしますっていうことですね。最後に聞く本的補足として、自分の経験を少しお話しします。まあ、私は本を出版したことがあるんですね。
その経験を生かして次はベストセラー書きたいなっていうふうに思ったんですよ。でミニマリスト断捨離が当時流行っていて、その関係で自分も関心があったので、原稿を書いて出版社に20社ぐらい送ったんです。で結果的には20社ともノーでした、残念ながらということでね。けどね、ちゃんとあのハガキ返してくれるんですよね、残念ながらということで。3分の2ぐらいはちゃんと返信が来た気がします。で、しかしそこで私は何か別の方法がないかっていうのを探して、で Amazon の電子書籍で出版できる方法を知って、無事に電子書籍、KDP っていうんですけど、これで出版をすることができました。でやってみると、紙の本よりも電子書籍の方が細く長く印税が入ってきて、あ、こっちの方が良かったなっていう発見がありました。まあ以前紙の本も出しているので、そこでも印税が入ってきて、それと比べてもあんまり変わらなかった、電子書籍の方がずっと入ってきて良かったっていうのがあります。でこの経験が教えてくれたのは、拒絶を恐れず挑戦して、万が一ダメだった時も何か別の方法はないかっていうことを考えると、実は最初に考えていたアイデアよりもいいプランが思い浮かんで、より実現のハードルが低い、ラッキーっていうことがあります。チャレンジすることはもちろん大切なんですけど、もしダメだった時、それにこだわらずに次のアイデアを試すということは結構大事だったりします。一番良くないのは、ああダメだったって言って、もうそこからね、何も動けなくなってしまう、思考停止になってしまうのが一番良くないです。以上、ジアジアン、拒絶される恐怖を克服するための100日間の正しく拒絶を理解する4つのポイントをご紹介しました。次回後半では、一見無理なお願いでも OK と言ってもらえる11のコツを解説します。はい、今回も聞いていただきどうもありがとうございました。聞く本チャンネルはヒマラヤとかスタンド FM でも、音声コンテンツでこういう風にビジネス書を解説しているので、よかったら聞いてみてください。それでは後半も、ぜひ聞いてみてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。